こんにちは、キズナあかりです。今日は真冬のエンジン始動の方法を紹介するよ。バイクのエンジンがかからない、バイク乗りあるあるですね。こんな時に使える裏技をご紹介しますね。どこの家でもあるもので、エンジンをかけちゃいます。ドライヤーで温めます。たったのこれだけ、すっごくお手軽ですね。7分ほど温めて、エンジン始動を再チャレンジします。さて、今度はちゃんとエンジンがかかるかな？ドライヤーの効果を確認するため、チョークを戻してエンジンをかけてみましょう。チョークオフでかかるかどうかわからないけど、レッツチャレンジ。ギリギリだけどかかったね。まだ温まってないせいで、今一つエンジンの回転を拾いきれないな。それでも、エンジンが簡単にかかるようになることが明らかになりましたね。普段使いでやるようなことではありませんが、バッテリーが弱ってエンジンかからないとやばい時とか、そんな時にでもお試しください。そんなとこで、今回の動画はここまでです。こちらは雪なので、道路は走れません。たまにこうしてエンジン音を聞くだけで我慢するのです。それじゃ、またねー。